プロデューサーさん、早く帰ってこないかな。お客さんが来てるんだけど。ウィーンなんて挨拶初めてされちゃった。ちょっぴり怖そうだけど面白い人だな。あ、お茶のおかわりを持っていくついでにちょっと話しかけてみようかな。どことなく社長さんに似てる気もするし、きっと悪い人じゃないよね。あ、プロデューサーさん、そうなんです、実は。む、やっと来たか貴様。すっかり茶がぬるくなってしまったではないか。この私を待たせるとは、なんと意識の低い。所詮は底辺事務所の意識底辺系プロデューサーだな。黒い社長って、あの黒いプロの。そう、この私が業界を代表する貴公子、黒い高尾だ。まったく、事務所が事務所なら事務員も事務員だな。長めのバカンスから帰ってきたその足でわざわざ来てやったというのに、進歩のない連中だ。聞きたいか？そこまで教えを乞い願うのなら仕方がない。今回だけ特別に教えてやろう。アイドルメガステージ。いくら意識底辺の貴様でも聞いたことがあるだろう。アイメガなら私も毎年テレビで見てますよ。去年のステージも素敵でした。そう、我が黒いプロも協賛している選ばれしアイドルのみが出場できるという一大イベントだ。そのアイメガに特別に慈悲深い私のお情けで貴様らを招待してやらんでもないと思っている。そう警戒するな。最近どうやらここでうちのアイドルたちが世話になっているそうじゃないか。その礼だとでも思っておけばいい。貴様にとってもありがたい話だろう。あはん。もちろんこの大舞台から逃げるというのなら好きにするがいい。そう、負け犬に当たるスポットライトはないのだからな。ステージは我が黒いプロが独占するだけだ。ま、考えてみてくれたまえ。私はこれで失礼する。アデュー。はーい、ありがとうございました。お疲れ様でした。うむ。黒い社長さんって噂通り黒くてちょっぴり変わってるみたいでしたけど、でもいい人みたいですね。アイメガに招待してくれるなんて。あ、はい、わかりました。いってらっしゃい。
黒い社長が？なるほど、話は分かった。これはなかなか難しい判断だね。共産ともなれば滅多なことはしないと思うが、今の奴の行動は読めないところもある。油断していい相手でないことは確かだが、さてどうするべきか。でも愛メガといえば大きなイベントですし、断るのももったいないような。よし、ここは一つプロデューサーの君に任せよ。この話受けるべきか断るべきか、君はどう考えるかね。おお、やる気に満ちた目だね。常にアイドルのために。そう、それでこそ君だ。わかった、やってみよう。私も何かあればできる限り力になるよ。君はただいつも通りに最高のプロデュースに専念してくれたまえ。私もいざとなったらできる限り、何かします。やあ、お邪魔するよ。グリュースコート、お疲れ様です、プロデューサーさん。来ちゃいました。もちろん、君たちの様子を見に来たんだ。アイメガに出場することになったんでしょ。お話を受けていただけて私たちも嬉しいです。とっても励みになります。うん、もちろん私とシーカもアイメガに出る。はい、お姉様と私でそのデュオを組んで。私にとってもすごい挑戦で、お姉様と並んで歌うなんて。今はまだ不安でいっぱいです。でも何かが見つかるかもっていう期待もあって。何か見つけたいのは私もだけど、でも楽しみにしてるよシーカ。もうお姉様ったら人事だと思って。まあそういうわけで、今度のアイメガは私たちデュオのデビューイベントになる。それで思ったんだ、私たちと君たちどちらが会場を盛り上げられるか。そんな思考もたまにはいいんじゃないかってね。それでナムコプロも誘うよう黒井社長に頼んだんだ。決まってるじゃないか、私が見たいからだよ。君たちの本当の本気をね。それで人選は終わった？誰が私たちの相手をしてくれるの？
プロデューサー、ここにいたんだね。翼とのレッスン終わったから。うわうわレオンさんとシーカさんだ。今日はもしかして遊びに来てくれたんですか。ヒビキちゃん、翼ちゃん、グリュースコット、今日はちょっとお仕事のお話で。お仕事？シアターでの公演じゃなくて？いや、ガナハは久しぶりかな。私がアメリカに行く前のフェスで会って以来だよね。そうだぞ。でもよく覚えてたね。自分はシアターでの公演も見せてもらったけど。あの時から君は面白かったからね。でも、そうか。ガナハとイブキ。うん、相手にとって不足はない。ねえ、ガナハ、イブキ、二人でデュオを組んでアイメガに出てみない？アイメガ？テレビで毎年やってるアイメガですか？え、プロデューサー、自分たちアイメガに出ていいの？はいはい、私出ます。出ます。有名な人もいっぱい来ますよね。楽しみ。あ、ずるいぞ翼。プロデューサー、自分も出るからね。ね、いいでしょ。すみません、プロデューサーさん、またお姉様が勝手なことを言って。あ、でも響ちゃんと翼ちゃんが出てくれるなら私もとっても嬉しいです。ん？シーカとレオンも出るの？あ、そっか、これは挑戦状ってことだね。え、そうだったんですか？そうだったんだ。どう？二人とも、私とシーカとアイメガの大舞台で真っ向勝負してみない？もちろん受けて立つぞ。自分と翼なら誰が相手でもなんくるないぞ。じゃあ私も誰が相手でもなんくるないです。いいね、決まりだね。プロデューサーもいいよね。やったー！翼、そうと決まったら早速レッスンしなきゃ。自分先に戻ってるから。ちょっと、もう響きさん待って。気にしないでいいよ。これは別に彼女たちのためにしていることじゃない。もっと純粋な、ただの私の趣味だ。それじゃね。私にはとってもためになります。よろしくお願いしますね。お疲れ様でした。やっぱりさすがですね。私ついていくのがやっとで。ごめんごめん、無理させちゃったかな。シーカの笑顔に乗せられてつい飛ばしちゃって。それは私嬉しかったんです。お姉様と並んで踊れることがとっても。私もシーカと踊るのは楽しいよ。というか、シーカじゃなければ、デュオは組まなかった。
お姉様。私、まだ足手まといですよね。ごめんなさい。でも、絶対についていきます。そうなります。だから、お姉様は振り返らないで、自由に飛ばしてください。そう。わかった。じゃあ、次は全開で行ってみようか。あ、社長、ん、どうかしたんですか？顔色がほんのり赤黒いですけど。ナムコプロがアイメガ用の曲を提出してきたのだ。一応持ってきてやったぞ。ガナハとイブキの曲？やった、ついに来たんだね。早く聞かせてよ社長。私もすぐに聞きたいです。早く早くお願い、お願いします社長。私はこれっぽっちも聞きたくもないがな。そうだ、耳が腐らないよう耳栓をしておこう。では二人で勝手に聞くがいい。スイッチ、はいいね。みなぎるような情熱が伝わってくる。熱いナンバーじゃないか。本当に素敵な曲。響ちゃんと翼ちゃんがこれを歌うんですね。早く聴いてみたいな。この程度か。こんな曲を聴くくらいなら歯医者さんの音でも聴いていた方がマシだ。社長、耳栓してたんじゃないんですか？雑音ほどよく響くのだよ。しかも私の耳はとびきり繊細なのだ。いまいまし。とにかくレオン、君の望み通り舞台は整えた。甘ったれのナムコプロの反応も私の予想通りだ。次は君の番だ。私に、いや、私とシーカに見せてくれるんだろうな。世界を震撼させた君の本気を、本物のレオンを、この私が用意した最高の舞台装置、至高のデュオユニット、ツバイグランツとして。君らしくもないね、クロイ。いや、むしろ君らしいのかな。だけど、あえて言わせてもらうよ。そんなことは当たり前だ。ほほう。私はレオン。限界なんてものはない。目指してるのは全てを超えることだけだ。見せてあげるよ、君に、この国に、世界に。トップギアで極限を突き破る輝きをね。ただし、シーカ、その輝きは君も作り出せ。ツバイグランツの名の通り、輝きは2つ。いいね。はい、お姉様。私も必ず答えてみせます。お姉様と、社長と、それから、私自身の気持ちに。分かっているならそれでいい。シーカと共に世界の目を覚ましてやれ。いいな。ふう、やれやれ、相変わらずだね彼は。そうですね、本当に相変わらずです。いつもアイドルのお話ばっかり。へえ、
ここがシーカの言ってたお店か。うん、いいところだね。私もしずかちゃんに教えてもらったんです。映画の撮影でお世話になったんですって。なるほど。もがみは給仕役か何か？メイド服でも着たのかな？うん、よく似合いそうだ。それでどうしたんですか、お姉様。私に聞きたいことがあるって言ってましたけど。うん、一度ちゃんと聞いてみたかったんだ。ナムコプロの子たちのことどう思ってるのかなって。どう思ってるというと？シーカはシアターのみんなと仲良くしたいんだろう。互いに認め合いながら競い合っていきたいって。それは別に構わない。私も似たようなものだしね。でも決定的に私と違いそうなことが一つある。シーカ、君はあの子たちの心を折る覚悟はあるの？心ってお姉様？私は遠慮も容赦もしない。相手が傷ついてそのまま倒れても振り返らないよ。シーカはどう？お姉様がそういう人なのは知ってます。それでいいと思います。だってそれがレオンだから。私はそんな風には思えません。いい子ぶりたいわけじゃなくて、ただ心が弱いから。でもその代わり私信じてるんだと思います。何を？あの子たちの心は折れないって？傷ついても倒れることはない？いいえ、傷ついても心が折れて倒れてしまってもきっとナムコプロの皆さんはまた歩き出すって。だってあそこにはシアターがあって素敵な仲間がいて、それからプロデューサーさんがいますから。さすがだねシーカ。うん、やっぱり君は怖い子だ。え、怖いですか？怖いよ。だって心が折れても立ち上がってこいってことでしょ。あの子たちも大変だ。はあ、違います。私そんなつもりじゃなくて、あれ違わない？大丈夫、それでいいと思うな。そう信じてるシーカだからあの子たちも好きなんだろうし、ついでに言うと私も信じてる。シーカなら全力の私についてこれるって。お姉様、はい、ありがとうございます。大丈夫です、私も絶対についていきます。なんなら抜いてくれても構わないんだけど。もう分かってるのに言わないでください。できるものならやってます。できないだけです。そうかな、まあいっか。うん、じゃあいつか抜かれるのを楽しみにしてる。さて、ガナハとイブキはどうしてるかな。どれくらい想像を超えてくるか。それとも拍手。あー、汗が冷えたのかな。絶対レッスンのしすぎですよ、イブキさん。いや、きっと誰かが自分たちの噂をしてたんだ。ほら、今度のデュオ噂になってきてるんでしょ。そうみたいですけど。でも響さんってやっぱりすごいですよね。私レッスンついていけるかな。ダメだぞ翼、今回の相手はあのレオンとシーカなんだ。
ゆっくりなレッスンにしてる場合じゃないんだからね。ゆっくりじゃなくていいけど、もうちょっと普通にしましょうよ。あ、プロデューサーさんだ。お疲れ様です。どうしたんだプロデューサー、今日はずっとアイメガ会議って言ってなかった？全体リハってことはレオンさんたちの曲を先に聴けるってことですよね。はーい、やったー。翼、喜んでる場合じゃないぞ。全体リハはね、前哨戦みたいなものなんだ。よーし、自分ますます燃えてきたぞ。いよいよ戦いの始まりさ。ちょっとプロデューサー、敵のステージを褒めまくってどうするの？そうですよね、二人の息もぴったりで動きも綺麗に重なって、響さんも見とれてましたよね。そうだけど。でも感心してちゃダメだ。自分たちは勝たなきゃいけないんだってば。やあガナハ、イブキ、それから君もお疲れ様。グリュースコット、皆さん、私たちのステージいかがでしたか？悪いけど、それなりに準備はしてきたからね。デュオユニットとしてのデビューになるわけだし。それじゃあステージは楽しんでいただけたんですね。よかった、頑張った甲斐がありました。そうだね、悪くなかったぞ。でも自分たちだって負けてなかったでしょ。そうなのガナハ、君たちの今日の出来で私たちに勝つつもり？あれで満足なの？響さん、もうお姉様、どうしてそういう言い方になるんですか？はあこれはどうしたのかな。ずいぶんしょぼくれたアイドルがいるようじゃないか。うう、こんな時に社長まで。まあ無理もない、今日のステージでどちらが上だったかはハムスターの目にも明らかだからな。完勝圧勝絶勝パーフェクトゲーム。いやー、勝負にもならなかったかだが安心したまえ、貴様たちがヘボいのは本人の才能や素質のせいだけでもない、プロデューサーの問題だ。落ち込む暇があったら、そこのヘッポコ虫くらいしか用意できないナムコプロの弱小ぶりを嘆くことだな。
なんならうちに移籍しても構わんぞ。特別に鍛え直してやろう。また甘いことを。この四流のミジンコが。そんなものは誰のためにも救いにもならない感傷だ。もういい。お前と話すのは時間の無駄でしかない。レオン、シーカ、行くぞ。ガナハ、イブキ、次に会うのは本番だけど、今のままじゃ社長の言う通り勝負にならないと思うな。それじゃ。また失礼なことばかり、本当にすみません。あの、本番でのお二人のステージ楽しみにしていますね。足りないとかそういう差じゃない気がするぞ。プロデューサーさん、ひどい。プロデューサーなんてこと言うんだ。もうご飯も編み物も作ってあげないぞ。はい。でも私たちだって最近ずっと二人一緒にレッスンしてたんですよ。それから前を向いて。そうかな。そうかも。うん、そうだよね。自分ちょっと順番を間違えてたぞ。レオンたちに勝つことばっかり考えてたけど違うよね。まずは翼ともっと仲良く。うわー、びっくりした。どうしたんですか、響さん。そういえば翼は最初からそう言ってたよね。ついていきたいとか一緒に考えようとか。うにゃー、自分はなんてダメな先輩なんだ。こんな自分でごめん翼、嫌いにならないで。なりませんってば。私もそんな深く考えたわけじゃないし、それに響さんと一緒だと大変だったりするけど、でも楽しくて、だから大好きです。翼、そんなことはっきり言われると、恥ずかしいぞ。よし、翼、ありがとう。プロデューサーもありがとね。
言われた通り、自分たちはまずデュオになろう。それで一気にレオンたちに追いついて、それからそのまま一気に追い抜こうね。自分と翼で作る最高のステージで。はーい、そんなことできたらすごいですもんね。私頑張ります。ほら翼、今日の三品茶だぞ。はーい、ありがとうございます。これさっぱりして美味しいんですよね。飲み終わったら自主練の計画を立てよう。お互い弱いところを重点的にやっていこうね。終わりじゃなかったんですか。もう今日はレッスンいっぱい頑張ったのに。翼疲れちゃった。もちろん無理はしなくていいぞ、休憩も大事だし。まだ平気ですけど。響さんって本当に頑張り屋さんですよね。どうしてそんなに頑張れるんですか。お、自分そんなに頑張り屋さんかな。翼だって最近はちゃんと頑張ってるでしょ。なんかちょっと頑張れちゃってます。でも響さんは私と全然違うなって。なんかね、頑張ってる時もキラキラして見えるの。見てるだけでドキドキしてくる気がする。翼、デュオだからってそんなに自分を褒めなくていいんだぞ。だって本当だもん。ねえ、どうして響さん、教えて教えて。どうしてって言われても、やっぱり負けたくないからかな。トップアイドルになるためってこと？でもそれって結構みんな同じですよね。そうだよね。あ、そっか、自分分かった気がするぞ。間違いない。翼、やっぱり自分負けたくないんだ。レオンとシーカもだけど、仲間にもミキにもマコトにもナムコプロのみんなに負けたくない。もちろん翼にもね。私ですか。でも私は響さんと仲良くしたいのに。自分だって仲良くしたいぞ。っていうか仲良くしてるよね。自分たち仲良しでいいんだよね。私はいいと思いますよ。よかったぞ。あ、だからね、自分みんなとずっと仲良くしたいから負けたくないんだ。だって負けちゃったらステージで堂々と並んで立てないでしょ。自分それは嫌なんだ。響さん、すごい。なんか響さんかっこいい。翼、だからそんなに褒めなくていいんだってば。じゃあ私も響さんに仲良くしてもらえるように頑張ろうっと。負けませんからね、響さん。うわ、かっこいいぞ翼。やっぱりデュオはこうでなくちゃね。あ、負けませんって言ったらミキ先輩も仲良くしてくれるかも。今度試してみようっと。
あの翼、ちょっと確かめておきたいんだけど。ん？何ですか響さん。あのね、自分とミキとどっちがその仲良く、うにゃー、やっぱりなんでもない、なんでもないんだ。どっちもですけど、でも今は響さんと仲良くしたいです。うー、翼なんていい子なんだ。後でサーターアンダギー作ってあげるね。わー、やった、楽しみにしてますね響さん。響さんにおやつを作ってもらうお話です。余ったらプロデューサーにもあげるぞ。あ、翼がいいって言ったらね。だって響さんかっこいいんだもん。だって翼すっごくいい子だからね。うん、もう大丈夫だぞプロデューサー。アイメガのステージは自分たちに任せておけば。なんくるないぞ。ケータリングでもアイドルに惨めな思いをさせるとは、隙のない底辺らしさだな、さすがナムコプロ。ああ、金輪際私の視界に入らないようよろしく。さて、ガナハ響き、息吹翼、無様な醜態を晒しておきながらわざわざ恥の上塗りに現れるとは物好きなことだ。望み通り圧倒的な力の差を思い知らせてやろう。それとも遺跡を真剣に考えたりしたのかな。遺跡するわけないでしょ。そんなの考えたこともないさ。黒い社長こそ黒いプロを畳んでうちに来たら、きっと毎日楽しいぞ。ひぃ、耳にしただけでそっと押しかけたではないか、この沖縄廃材娘が。少しは身の程を知れ。遺跡ってそんな話しましたっけ。貴様は記憶力がないのか、この金髪とんがり頭め。私のスタイリッシュなスカウトを忘れるとは。覚えてても行きませんよ。豪華なケータリングは羨ましいけど、シアター近くのファミレスでいいし。それに響さんとかプロデューサーさんとか、私の大好きは全部シアターにあるんだもん。えい、楽しいだの大好きだの、どこまでお花畑なのだ。もういい、貴様たちに見込みはない。おっと、
もうその辺でいいんじゃないかな。いや、みんな、お疲れ様。グリュースコット、今日はよろしくお願いしますね。レオン、シーカ今日の自分たちのステージ、楽しみにしてたよね。ね、翼。うん、響さん。私たち二人で最高に盛り上げちゃいましょうね。なるほど。二人とも、いい目になったね。さては、君が魔法でもかけたのかな？とんでもない。私はただこうなるといいなって勝手に思ってただけ。シーカは信じていたけどね。私は皆さんのファンっていうだけです。今日はお互い全力を出し切りましょうね。はい。お前たちも準備はいいの？行け、ツバイグランツ。三千たるその輝きで決して届かぬ高みがあることを世界に示すのだ。はい。いや、よく来たね。まあ、くつろいでよ。客は私たちだけだから、騒ぎになる心配もないし。でも、5人でカフェを貸し切るのって…なんか落ち着かないぞ。ステージではあんなに堂々としてたのに。相変わらず面白いな、ガナハは。うわー、ケーキ全部美味しそう。あ、ここのシフォンケーキはおすすめってアンナが言ってました。そうなんだ。じゃあ早速いただきます。あ、お姉さまはレモンタルト？もちろん、アイメガの打ち上げだよ。勝負は引き分けって感じだったから合同祝勝会でもいいけど。とにかく君たちのおかげで本当に熱くなれた。久々に魂が震えたよ。それにシーカもありがとう。お礼を言うのは私の方です。お姉さまとデュオとして一緒に歌えるなんて今でも信じられないくらい。自分もすっごく燃えたし楽しかったぞ。翼ともぐっと仲良くなれたしね、翼。はい、私も楽しくて嬉しかったです。レオンさんたちのステージを見れたのも最高でした。あ、そうだ、レオン、今度はいつシアターで公演するの？はるかがまだ見れてないから見たいって言ってたぞ。明日ロスに飛んで北米ツアーだからしばらくは難しいかな。でも代わりにプロデューサー、実は私とシーカからちょっと提案があるんだ。そのお姉さまと私の曲をナムコプロの皆さんの公演でも使ってもらえませんか？そうだよ。私とシーカは君のプロデュースで公演のいろんなステージに出してもらってるからね。それとの引き換えって感じかな。それに君たちにもっと私たちのことを知ってほしいし、相手を知るほど闘争心が湧く。もっと知りたい、そして超えたいと思うかなと思ってね。さすがレオン、
自分と同じことに気づいたんだね。自分も仲良くしたい相手ほど負けたくないんだ。へえ、奇遇だねガナハ。じゃあ決まりってことで。わあ、いいんですか？やったー！レオンさんたちの曲ってかっこいいですもんね。私大好き。よかった、遠慮しないで自由に使ってね、翼ちゃん。その方がきっと曲も幸せだから。大丈夫です、もう説得しました。楽曲の素晴らしさを広められますよって。さあ、難しい話は終わりだ。パーティーを始めようか。後で寿司も届くからね。え、お寿司が届くの？ここカフェなのに？ごめんなさい、お姉様が好きなんです。いいじゃないか、美味しいんだからね。いぶきも好きだよね。好きですけど、私はステーキの方が好きかな。え、そうなの？わかった、それも頼もう。大丈夫、私の SP は2分でステーキを持ってくる。え、本当ですか？やったー、レオンさん大好き。君は変なところで頭が固いよね。たまにはいいじゃないか。さあ、パーティーを始めよう。